B リーグ B2 山形ファイバンズのオフィシャルスポンサーである明日のチームと山形ファイバンズの共催で8月1日中小企業の経営者や経営幹部向けのセミナーが開催されました。東京に本社を置く明日のチームは主に中小企業の人事評価制度をクラウドを利用し提供するコンサルティング会社です。またスポンサーとして B1 宇都宮ブレックスや B2 仙台エイティナイナーズをはじめとしたプロスポーツチームにも出資をしています。この日は120人の受講者を前にマーケティングライターの牛久保めぐみさんがワークライフバランスで男女が企業が日本が変わると題した特別講演を行いました。当日は明日のチームの高橋恭介代表取締役による基調講演も行われました。本当にこの残業の問題というのは奥深く、今までの習慣を変えていく必要がある、そして常識が変わっている、このあたりもですね、すなわち一つ一つの生産性を上げ業務効率を上げていく必要が出てきたポイントでございます。セミナーの最後には山形のプロスポーツチームのモンテディオ山形とパスラボの経営者が登壇し、企業が取り組んでいる管理職の育成について発表し合いました。やっぱり振り返ると、やっぱり目標の正しさっていうところを改めて追求していくことが社員のやる気を引き出して生産性向上につながっていくと思ってますので、業績と給与と生産性、この3つのキーワードをつなぐのが人事評価制度ではないかなというところですね。